プレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回は虫の声です。では早速始めましょう。この曲は作詞作曲とも不詳となっています。明治43年尋常小学校読本唱歌に登場した曲だそうです。文部省唱歌ですね。そもそも文部省唱歌は文部省が作詞および作曲者の名前を出さないという契約で依頼し、教科書に載せた歌だそうです。だから作者がわからないのですね。それではまず演奏する前に曲のイメージをつかみましょう。少し朝晩は涼しくなってきましたね。秋の夜長に聞こえてくるのが虫の声。この曲は虫の名前が出てきます。マツムシ、スズムシ、キリギリス、クツワムシに馬追い。私にはキリギリスもクツワムシも馬追いも黄緑色をしてそっくり、さっぱり見分けがつきません。でも鳴き声は全然違うのですね。マツムシはチンチロリン、スズムシはリンリン、キリギリスはキリキリ、クツワムシはガチャガチャ、馬追いはスイッチョンと鳴くと歌われていますよ。面白いですね。そんな虫たちの歌声を曲にしています。ほんとかわいい歌ですよね。演奏するポイントとしては、虫の声を表している部分を楽しく吹きたいですね。ここと、ここ。虫の声を表しているところですね。前半は虫の声にフォーカスしていたのですが、後半8小節は、秋の夜長の雰囲気を歌っています。ですからここはメロディアスにゆったりと吹きましょう。吹き方を変えるというのがこの曲のポイントでもありますね。では詳しく見ていきましょう。この曲は4分の2拍子です。まずは1小節目から4小節目まで。そして同じメロディーとなる7小節目から10小節目まで、この部分を見ていきましょう。この縦線は2音で1拍ですよという1拍を表す線になります。1拍は表拍と裏拍で構成されていますね。最初に出てくる音を表拍、次に来る音を裏拍と言います。便宜上ここでは表拍を白丸、裏拍を黒丸で表しますね。この4小節は明るく軽やかに吹きたいので、表拍はしっかり、裏拍は息のスピードを緩めて少し優しく吹きましょう。強弱をつけていきますよ。ラストのソは、裏拍である黒丸までしっかりと吹きます。そして休符に入りますよ。今吹いたのが、この部分。そして、ここも同じですね。次に、虫の声の部分の2小節を見ていきましょう。ここと、ここの2箇所です。せっかくですからね、虫の声が違ったように、
ちょっとリズムを変えて遊んでみましょう。 ABCD 4種類のリズムパターンを用意しました。 A は元の楽譜ですよ。先ほど8分音符に強弱をつけましたが、ここはあえて表拍も裏拍もしっかりと吹きましょう。B は A と同じですが、スタッカートが入ります。C です。軽やかに吹きましょう。ここにも2箇所、スタッカートが入りますよ。D、16分音符ですが、ここにタイがあるので、ソソオラ、ソソオラとなります。ここは先にお稽古しておきましょう。まずは A、クリックに合わせて吹きますよ。クリックを4つ。聞いてください。つまり2小節聞いて入ります。それを2回繰り返しますよ。では、一緒に吹いてみましょう。B です。スタッカートが入りましたよ。では、一緒に吹いてみましょう。C です。軽やかにでしたね。では、一緒に吹いてみましょう。D です。タイで伸びていますね。では、一緒に吹いてみましょう。できましたか？これは後で音楽に合わせて吹きましょう。では、楽譜に戻ります。3行目まで行きましたので、残り2行、8小節を見ていきましょう。ここは秋の情景を歌っています。なので、抑揚をつけて吹きますよ。1音目のソは、裏拍までしっかりと息を出し、2拍目は優しく入って、ラを裏山で伸びやかに持ち上げ、2小節目のソにつなげます。裏拍は優しく、2拍目も優しく、裏拍はさらに優しく、3小節目のドも強弱をつけて、2拍目のシを優しく入ることで、ラの裏山からの伸びやかさが活かされます。そのまま次のソにつなげましょう。最
最後のドは裏山から入り、2拍目は優しく、裏拍はさらに優しく。2小節目のソは強弱。2拍目、ミはさらに優しく。3小節目は強弱、強弱。最後は静かに。では吹いてみますね。では音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は前奏4小節1番、間奏4小節2番、そしてリピート4小節です。先ほどお稽古した虫の声の部分を赤くしています。ABCD と分けましたが、1番の1回目は A を、2回目は B を使っています。2番目の1回目は C を、2回目は D を使っていますよ。一度吹いてみますね。楽譜を目で追ってみてください。では一緒に吹いてみましょう。虫の声の部分はちょっと難しいかもしれません。今回は ABCD としましたが、自由にリズムを作って吹くというのもいいですよ。吹きやすいリズムで楽しく虫の声吹いてくださいね。では音楽流しますよ。Thank you.
できましたか？いろいろと変化をつけると、さっきまで出ていた音が突然出なくなるなんてことありますよね。焦りますよね。そんな時はどうしたらいいのか、何がどうなってしまったのか気になりますよね。ワンポイントしのべその20、突然音が出なくなるの中で詳しく説明していますので、参考にしてみてください。さて、次回のレッツプレイワンソングしのぶえは、十五夜お月さん、お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。